スターホースポケット。はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。スターホースポケット、久しぶりに始めていきましょう。今回2019年初めてのスターホースポケットになりますね。シルフィードコラボ、マルスコラボやってます。ちょっと読み込むのに時間がかかってますね。どうしたんだろう。新春ステップアップガチャというのもありますね。SSR はなんと 10%。高いですね。いつもと違う。狂気ですね。ん？113回まで視聴可能。1回付きチケット1枚をもらえます。開催中の競馬場ガチャが無料で1回、引くことは可能です。1回って1枚ってことだよね。まだかかってますね。コラボを記念して特別パック販売。4回引くために1枚確定か。5回目は少ない馬風石で再び引ける。ちょっと待ってみましょう。あ、来た。シルフィードチケットっていうのがありますね。なんだろうこれ。農園で収穫できます。まあいいや、農園で収穫しましょう先に。プレゼントが届いています。今回は優勝街道ですね。シリーズ準備期間、なんだろう。ちょっと見てみましょう。なるほどね。では登録しないといけません。ここはオーソドックスに。おっと、これはどういうことだ。ですね。早く引いてみましょう。おっと、 SSR 出たよ。アグネスフローラーですね。
こちらのネバブションが出てマルスのそばが当たるみたいですけどね、そうはなりませんでした。クエストを達成しました。さあ、頑張りましょう。何かご用でしょうか。なんかシリーズショップっていうのがあるみたいですね。さあ、頑張りましょう。まあ、ラッキー話。クエストを達成しました。元気いっぱいです。いい感じですね。何かご用でしょうか。なお、中長距離で能力を発揮すると言ってます。重量重いんですよね、まだ。さあ、頑張りましょう。今はなんかもらえたみたいですけど、見てなかったですね。さあ、頑張りましょう。気合い十分ですね。いい感じですね。何かご用でしょうか。さあ、頑張りましょう。適正な馬体重ですね。いい感じですね。何かご用でしょうか。ちなみにこの馬体重だとどうなるんだろう。あ、凱旋門賞が控えてますね。何かご用でしょうか。どう、これがベスト馬体重みたいで。27周ですか。天皇賞明けはご覧のメンバー。スキーか。エビナで行ってみましょう。エビナってそうですね、ムーランドのシャーシを取ってんだ。今週はレースがあります。さあ、頑張りましょう。さあ、プラス4キロの疲労回復で。嬉しそうですね。何かご用でしょうか。問題なしで調子もいいですね。これは期待したい。一番人気です。 1.9 倍一番人気。ただいまより投票受付です。グリグリですね、印も。サキ、ミラン、アクア、なんだろう。さあ、ロンシャンの地に型のレールウェイが、ま、型のレールウェイがやってきました。さあ、優勝して舞うことができるか。凱旋門賞、ロンシャン芝。
2400m 晴れでやや重です。サティミラン、武豊騎乗のサガシティ、ペリア鞍上のディアミニアなど、なかなかのメンバーですが、ここで勝つことができるか。さあ凱旋門賞スタート、4枠4番スタートは鍵になります。凱旋門賞いよいよスタートです。スタートは良くない。さあ何が行くのか。アイダホフェスト先頭、アナバーブルーがかわしていきました。アクアレレスト外から行こうというところ、それから最後に落ちてしまった。12頭これから向こう正面であります。この辺りちょっと離れている2番サキ、外から1頭9番エジプトバンド、内を通って8番ゴーラン、ミラン11番サガシティ、そしてその後ろからオーリングアフェアーズ、そのうちからはディアミリナ、青い帽子にご注目ください。これが一番人気のカタロレイルウェイ。もう一度先頭から紹介しましょう。これが先頭12番アイダホクエスト、10番アクアレレスト、うんね、アナバーブルーがその後ろ、内から1頭5番ファイトーリー、プチボアを過ぎて右へと緩いカーブ、その後ろ3馬身くらいあってサキー、その外8番ゴーラン、それからもう一頭9番エジプトバンドサガシティ、内を通りまして3番ミラン、オーリングアフェアーズ、ディアミリナがそのうちにいます。カタロレイルウェイ、どのように差を詰めていくか。もう一度先頭から順を追ってご紹介しましょう。先頭を行くアイダホペスト2馬身リード、これを追って10番アクアレレストであります。線を切りました。そのうちにアナバーブルー、そして4番手にファイトーリー、その後ろ5馬身くらいあって2番サキー、外を通って8番ゴーラン、エジプトバンド。さあ勝利の祝福を受けながら、まさに凱旋するのは果たしてどの馬か。カタロレイルウェイ直線伸びてくるのかどうか。先頭メイリとアイダホペスト、抜けた抜けた、7番アナバーブルー、アナバーブルーが抜け出した、ミランも追い込んできた。さあ先頭はアナバーブルーが4馬身リード、3番手にミラン、ミラン懸命に追う、この場は粘れるか。アナバーブルー外からアクアレリスト頑張っている、3着までかな。アナバーブルー1着、アナバーブルー凱旋門賞で出遅れが続きました。悔しいのでもう一レースやりましょう。秋の天皇賞やるか。惜しかったですね。1着7番レースを終えた馬が戻ってきました。さあ頑張りましょう。今490キロですね。元気いっぱいです。いい感じですね。さあ、頑張りましょう。藤田を乗せましょう。いい感じですね。さあ一気にいい感じですね。馬体重を伸ばします。今週はレースがあります。いい仕上がりです。大根ですが、その大根は何かご用でしょうか。しちゃお課金ってことで、かなり危ないですね。裏剣をミーツを女性に行うと裏剣を背負う恐れがありますと言ってます。 1.6 倍またぐり売りですね。このメンバーですね、テーモペラオ、名称ドト、アグネスデジタル、ステイゴールドも出てますね。テーモペラオとの一騎打ちみたいです。テーモペラオはその 5.1 倍ですね。ちょっとオペラオの単勝をいきましょうか。
さあ秋の天皇賞です。栄光の天皇盾へと向かう東京競馬場 2000m のスタート地点、果たしてどんなレースをするんでしょうか。さあスタート、今度は5分出ました。大外ですね。2000の大外は不利ですが、いぶきが場面と外から行こうというところ、やはり最高峰に下がったか。そしてその外に8番アグネスデジタル、それからもう1頭前に突っかかるように上がっていったぞ。第2コーナー左にカーブを取ります。そのうちに後ろから2番手になりました。それから7番ダイワテキサス、そしてその後ろから3番ロサード、それから足毛の馬体東方ドリーム、仰天ブレイブがそのうちにいます。12番カタドレイルウェイ、一番後ろにトレジャーでやります。前でやりますが前、これが先頭、名勝怒涛でやります。外を通って伊吹が場面と1番名勝王道、それから8番アグネスデジサル、ゴールまであと 1000m、 その外からはダイヤモペラ王、そして内からは6番ステイゴールド、それから7番ダイワテキサス、ロサード、それから足毛の馬体東方ドリームでやります。内を通りまして仰天ブレイブ、さあ栄光の天皇盾まであとは直線を残すのみであります。先頭行く青い帽子は名勝怒涛、この辺りで名勝怒涛が合わした。浮き上がめんと懸命に追う間からステイゴールド、3番手にステイゴールド、先頭飯田と名勝怒涛、この辺りで名勝怒涛が合わした。ロサードもいい、箱根井上が差を詰めてきた。外をついて箱根井上が来ている。一気に行きます。先頭です。内を通ってロサード一着、箱根井上末足爆発、まるで疾風のごとき走りです。いや完勝でしたね。2着はロサードは意外でした。やりました。500枚獲得。やりました。何かご用でしょうか。まずまずでしょうか。放牧しましょう。何かご用でしょうか。クエストを達成しました。さあ頑張りましょう。ご用でしょうか。はい、これですね。さあ、頑張りましょう。本校カップが2周後になるので、こちらにおそらく出していくことになるかと思います。そして、WBC も行きたいと思います。残り21周、あとわずかになりましたが、成績ですね、ムーランドローシャンスを勝って、ノーショー秋勝って、というところですが、まあ、6830枚ということで、まだまだ積み上げていきたいと思います。はい、ぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いします。
もし動画をお持ちの方でし、動画を YouTube に投稿されていらっしゃる方でしたら、何人目に登録していただいたか書いていただければいいことあるかもしれません。またこの動画最後20秒で関連動画動画プレイリストを表示されますので、お時間ありましたらそちらを見ていただければ嬉しく思います。はい、ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。